タゴプリンセスの生徒会長ナナニャンこと小田切ナナです。皆さんこんにちは。私が、普段から身につけているのは香水です。普段、バッグに2つ忍ばせていて、1つは練り香水で、液体じゃなくて固体で腕とかにこうやってつけるものなんですけど、それはもうずっと何年も同じものを使っています。でもう1つはシュッてする液体の方の香水で、これは気分で甘いものだったりお花の香りだったりするものを使い分けてます。でその練り香水がこれなんですけど、これは結構もう自分の匂いみたいになっていて、つけると落ち着いた気分になるので、ライブの前とかにもつけたりしてリラックスしたりしています。はい、 2.5 次元院長のまゆきゃんこと宮下まゆかです。最近ファッションがちょっと気になってて、ちょっと今更なんですけど、結構パソコンでお洋服屋さんをチェックして、実際その気になったところにだけ見に行くことが多くて、あと春が私季節の中で一番好きなんですよ。なので明るい色味が多いじゃないですか、春って。ピンクとか薄い緑、グリーンみたいなのとかが結構好きで、そういうのを楽しみにお店に結構見に行ったりしますね。抱負というか夢は、私は放課後プリンセスとしてはもっともっと大きな会場で、いろんな方に知ってもらうことがやっぱり一番ですけど、私個人は声優さんになりたくてこのお仕事を始めたので、アニメとかゲームとかそういったものに声を当てていくことができたらなと思ってます。これからもいろんなことに挑戦していきたいと思ってるので、皆さん私たちがもっともっと大きな会場でいろんなことをできるように応援してください。お願いします。宮下まゆかでした。プリンセスのタレマユ院長サオリンこと木月沙織です。こんにちは。最近ハマっていることは、毎朝卵かけご飯に何をちょい足ししたら美味しいかなっていうことなんですけど、今のところ一番美味しいのはごま油です。皆さんもやってみてください。それでこれからハマろうとしてるものは鰹節です。皆さん、沙織が将来どんなことしたいか知りたいですか？知りたいらしいから教えてあげます。誰にも言ったことがないんですけど、メンバーとかには振り付けをします。ちょっと大きなこと言っちゃったかもしれない。なんかホープリの曲で振り付けをします。新しい新曲とかがあったら沙織が振り付けをしたいと思ってます。以上です。楽しみにしててね。放課後プリンセスの早水凛です。皆さんこんにちは。私が朝起きて一番にすることは、もうとりあえずカーテンを全部開けて部屋の中を明るくすることです。やっぱり一日の始まりは明るいのでスタートしたいので、やっぱりそれは絶対しますね。私は京都出身なので、もし東京から友達を連れて行くってなったら、
鴨川の夏になったら外でご飯食べれるところがあるんですけど、ずらっとすごい並ぶんですよ、鴨川沿いに。絶対にそこには連れて行きたいと思いますね。本当に夜風に吹かれてあったかいご飯を食べるのがすっごい美味しいです。もう絶対に生きてたら行った方がいいですね。京都でお仕事がしたいです。やっぱり将来は撮影のお仕事とか演技とかをやりたいです。ホープリとしては絶対メジャーデビューしたいので、土日とか絶対ライブやってるので、ぜひ皆さんにもっともっと見てもらえたらなと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。私のナナニャンの生誕祭ワンマンライブ始まる前はやっぱり一番放課後プリンセスが今までやってきた中で大きい会場ということもあって、どれくらいお客さんが来るのかとか心配だったし、ステージが大きいので、そういうところでワンマンライブをやるっていうのも体力的にもなんか大丈夫かなって心配な部分もあったんですけど、
実際終わってみてたくさんの方が来てくださって、なんか私たちにとって背伸びした会場ではあったんですけど成功したと思ってます。なんかその大きい会場でワンマンライブをできたっていう経験は私にとっても今後すごいプラスになると思うし、もっと幸せな一日だったのが来年はもっと大きい会場でもっと幸せになるといいなって思って、すごいちょっと今でも夢みたいな気持ちでいます。なので皆さんこれからもナナニャンのことを応援よろしくお願いします。ナナニャンでした。